というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、いや、こんなトッピングがあったんかいという気になるメニューを見つけたので買ってまいりました。それがこちら、たくさん、ここ一番屋さんのスタミナポークレバーカレーにヒレカツトッピングです。紹介させていただいたことあるんですけれど、こんなトッピングがあったんだということでね、ちょっと気になるメニューだなということでトライしてみようではないかという今回なんですけれども、いや、こちらね、蓋を開けた瞬間にやや甘めのルーの香りが漂ってきて、いや、たまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけで早速こちらカレーのルーにディップいたしました。スタミナポークレバーいただきましょう。レバー独特の食感と香り、レバーってね、結構好き嫌いが分かれるタイプの食材だと思うんですけれども、この好きな人にはたまんない味わい、そしてそのレバーを甘辛く味付けて炒めてあるといった感じで、これ単体でもね、ご飯のおかずとしても成立するんじゃないかななんていった味わいで、ココイチさん独特の甘めのルーとの相性も抜群で、これは本当に夢なんだ。気になりましたね。これは夢ですよ。はい、それではこちらヒレカツいただきましょう。いや、こちらはもう何度もいただいたことがあるスタンダードの味わいで、カツカレーを想像して想像通りの味わいに安心するといった感じですね。そしてこちらココイチさんのライスなんですけれども、固めに炊いてあって、私好みのカレーのお米といった感じで、いや、こちらも美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー、美味しかったですね。意外と甘辛く炒めたレバーとカレーとの組み合わせで、スパイシーな感じと甘辛ダレで、あれどっちなのかなみたいな、口の中で混ざり合って、微妙な点はありましたけれども、この新しいアプローチでいただくポークレバーとね、レバーを改めていただいたことがすでにゴールと、ああいった感じで新しいトッピングとしてこれから定番になりつつあるんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。そしてヒレカツの方は相変わらずのクオリティで、カレーとの相性もバッチリでしたね。というわけで、皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところで、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はココ一番屋さんのスタミナポークレバーカレーの 500g、 そこにヒレカツトッピングしていただいてみたという動画でございまして、ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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